ケンイシーは日本のテクノミュージシャン、DJ。別称は東洋のテクノゴッドなど、ニックネームはケンちゃん、ケニー。活動初期から東京の雰囲気を題材としたオリエンタルかつインテリジェントな作風で知られている。北海道札幌市生まれ、東京都育ち、筑波大学附属駒場中学校、高等学校から一橋大学社会学部卒業後、 大手広告代理店電通に勤務する。内部メモリ上のデータが壊れ、プリセットが全く使えない状態になってしまった。コルグ M1 をネイローゼロから作り直すとして駆使し、デトロイトテクノの影響下にありつつも、東京をモチーフとした東洋的なセンスの楽曲を制作した。1993年には学生時代に制作したデモテープがベルギーのテクノレーベル R& エスレコーズに採用される。その後リリースされた、ファースト、ガーデン、オンザパームは、イギリスの音楽誌、エネミーのテクノチャートでナンバー1を獲得。当時、日本では全く無名の存在だったため、当初は英国在住の日系人ではないかと、様々な噂や憶測が飛び交った。その後、電気グルーブのオールナイト日本等、いくつかの日本のメディアでも逆輸入の形で、 紹介されることとなる。1990年代以降、日本人のテクノミュージシャンで海外で本格的に評価された最初の人物であり、その道を切り開いた功績は大きい。続くセカンド、ジェリー・トーンズは、その音の美しさ、繊細さと独特なビートで世界を石鹸、芝叩く間に頂点に駆け上った。このアルバムでは、従来のリスニング路線に加え、 ダンスビートをより意識した作風へと徐々に変化を遂げた。ケンイシー名義及び別名義 FLR での活動は日本のサブライムレコーズからのリリースが中心となっている。また楽曲制作と並行して DJ としての活動も精力的に行っており2004年のイビザ DJ アワードではベストテクの DJ を受賞した。毎年恒例のリールアップというイベントを サブライムレコーズの DJ 山と主催している。2011年英国アカデミー賞、音響賞ノミネート、R&S レコーズでデビューする以前に、当時アルファレコードの A&R で後にソニーテクノを立ち上げる広島市正和へデモテープを渡している。しかしリリースには至らなかった。プロレース通であり、インディーズ団体などにも詳しい。ケンイシー高島やタイムズスクエア CM 局。 ジャケットデザインは森本浩二日本版は海外版のガーデン・オン・ザ・パーム重複曲をタシングルからの未収録曲に差し替えられている1995年にフレア名義でコンピレーション提供曲を追加曲順を変更し再発93年に ESP から発表されたライジングさんヨガ名義の曲をコンパイル初回版にはボーナスディスクソーラー漫画風入なお このアルバムのジャケット及び1曲目のエクストラの PV は長編アニメアキラ等で有名なアニメータークリエイター森本浩二によるもの。原画は福島厚子同アルバム初回限定版のみ収録のボーナストラックダラメルターがテレビ朝日ルマン24時間レースのイメージソングに起用される 3NO3Way2Go3 マインドデザイン スコヨワックさんボイスズフロムアナザーエイジカップリングは逆に、石井の楽曲、エクストラを、スカパラが演奏している。イラストは、大友勝弘が担当。2、モデル2、タイトゥンアップ4、リーチフォーザスカイケンイシーリミックス1、サメタペン、6、ファイアークラッカー6、リビングオンザネット8、アスタリスク、ケンイシーエスセブンスシティリミックス11、タイプ E デイブエンジェルケンイシー、 デイブ・エンジェルのアルバム、フレームバイフレームに収録、ありがとうございます。